ができるのだろう。ドライバーと車の関わりの中で自分や周囲、そして社会や自然にもっと目を向ける。そこから心と体に良いリズムが生まれてくる。リンはそんな車を目指しています。心静かにそっと手を添え、ドアを開ける。襖のように乱暴に開けようとするとドアは重くなり、気持ちの乱れに気づかせてくれる。そこに待ち受けるのは背筋を伸ばし、姿勢よく美しく座るシート。健やかな体と美しい姿勢は心に若々しい張りとしなやかさを生み出します。ステーリングを握るとメーターに映し出される映像が心理状態に応じて変化。これにより気持ちを整え、集中とリラックスのバランスを作り出し、ドライブへと誘う。また透明度を調節できるドアガラスはまるで雪見障子のように、足元の小さな自然との語らいや慈しむ心を芽生えさせてくれることでしょう。乗るほどに健やかに心美しく暮らす人の姿はいつもキラキラと輝いています。出会う、つながる、パーソナルモビリティの進化系アイディア。これまでのアイユニット、アイスイングのベースに、いよいよ間近に迫った実用化に向けてより一層の進化を遂げました。歩く人並みに溶け込んだ歩行モードは優しくスムーズに、低い姿勢の走行モードはよりアクティブに快適に、そして操作はさらに自然に気持ちの赴くままに。またコミュニケーションディスプレイを使って、その場その時の気持ちをリアルタイムに伝え合うことも。人や自然との出会いを大きく広げる、そんな楽しい乗り物です。トヨタが描く夢、その一つ一つは小さくて、全ては命を持った愛、それらを皆様に